さて、それでは今回は Nintendo Switch で今100円です、セールで100円か、もともと100円か、どっちやったんかな、まあ、そんなにね高いゲームではないと思うんですけども、元ラッシュ GT というゲームなんですが、まあ見ていただこうかな。とりあえず一番早いのでいこうか。これでとてもシンプルです。もう説明、このゲームの説明する人多分大半がどれぐらいかな、30歳以上とか25、6はちょっと厳しいのかな、30歳、ぐらい以上の人は、まあ、みんな東京フレンドパークの蕎麦屋のやつっていうか大体伝わるんじゃないかなと思うんですけど、これ何操作って言うんでしたっけ。十字キーとかでは動きません。コントローラーを斜めにしてね、こう倒していくことな。絶対バイクの運転はやめようと思います、これやると。で、なんかごちゃごちゃ情報がいろいろ出てるかと思うんですけども、右上が速度ですね。これはブレーキで落としたりとかもできる。50キロまで落としたのかな。このバイクとにかく速いんですよ。いろんなものをアンロックしていった速いバイクが出てくるわけではなくて、なぜか最初から速いバイクがあるんですけど、左上にコンボ2でゲージが出ます。これは何かというと、説明できるなぁ。おい、コントローラー。なんていうの？トラックとか車の、まあ、車のギリギリを通過したときに、当たっちゃうとちょっと出ないんですよ。ちょっと出ないです。難しいですね。結構このコンボっていうのスピード出てるからかな、スピード出せんかって言ってんのかな。このキワキワを通るとゲージが出ますけど、このゲージの出てる最中に次のとこキワキワを通ればキワキワなんですよ。すごくコンボがつながるということかな。絶対当たってないと思うわ。このゲームの好きなところはね、ただそれだけ。東京フレンドパークの蕎麦屋のやつは、うわぁ。おい。あれはね、なんか途中羊、おい。信号が赤になったり、羊が出てきたりとか、面白そうなギミックがたくさんあるんですけど、これはありません。おい、おい。やっぱりね、何そうですね、ジョイコンじゃなくて、いやー出てけえへんな。おー、前曲がってくるか。なるほど。なんか進んでいったら新しいギミックとかがね出てくるってことは今のところないですね。とりあえずステージの6まで、よっいい、分かってたよ、仕方ないなと思ったよ。今のはそんなもん、あんな隙間抜けれるほどね。おかしいな、好きやな。うわ、おい。今晩諦めようか。とりあえずゴール目指すか。ゴールだけを目指すんやったら全然、思んない気分です。多少っていうか、まあ、ゲームはやったことあるよっていう人であれば、普通にいける。コントローラーの操作は確かに、ちょっと傾けるだけでね、動き変わるんで、最初慣れは必要かもしれないですけど、ただゴール目指すだけだと本当にこの、いかんせんこのゲーム面白くないんですけどね。左上のコンボって何なんやろうって思ってからが面白くなってくるんですよ。あ、なるほどと。キワを通らなければダメなんだってなってくるんですけど、おぉ。この右側に S って出るんですけど、これ多分お金の単位かなんかで、別に S 判定っていうわけじゃないみたいですね。レベルが2になった。どうしようか。これ今で撮影始まって4分5分ぐらいかななんですけど、もう言うことは何もないですね。ちなみにどんなバイクがあるか、ガレージ、これ下にパワーとかハンドリングとか、これね、そんなに大差ないというか、全部バランスよく動くので、
こいつはハンドリングがいいからこれにしようかなとかいう悩みは特にないですね。いいやつがいい、早いやつがハンドリングもいいというね。一番遅いのがこの元、違う違う、どこに書いてんねん、これ別にバイク名書いてないのか、どんなちょっと持ってんのか。アーケードモード、タイムトライアル、何やろうね。多分これがキャリアどんどん進んでいくんですけど、 100g であんのかな。もしかしたらこの先に何らかのギミックがあったりすれば、まあ面白いんですけど、今のところはまあ、あれじゃない、速度が右下のパワーが足りない、パワー163以上じゃないとあかんということで、でこのアンロックするやつね、何十万とかでアンロックなんですよ。でも一番右端ぐらいなんですよね、その今、一番右端242でしょ。最初から配られてるバイクが一番速いですね。これが一番何もかも揃ってる。アンロックしがいないんですよね。ちょっとわからない、ここの辺りが。まあ、例えば、この配信とりあえずやってみましたけど、これで、うちのこのね、5年近くやって、未だチャンネル登録者が増えない、このチャンネルで、うわ、視聴数が増えたりとか、登録者数が増えたりとかした場合ですよ。ただの雑談になるかなと思うんですけどね、このゲームの話は。やっぱさすがに速い、さすがに速い。ガンガン押してみたら200キロぐらい超えてたの、240ぐらいも出てる。100円なんで、何だろう、何て言えばいいの、一回楽しめたらもう勝ちでしょ。うわぁ、ゲーセンとかでも200円300円とかじゃないですか、今このゲームとかだったらね。100円のアーケードゲームも少ないんちゃうかな、200円とか取るからね。まあ、1回遊べたら勝ちやし、僕2回これ勝って2回目なんで、もう本当にお得ですよ。まあ、なかなか、これと、もう一個100円のチェス買ったんですけど、まあ、チェスはチェスで、100円でチェスのルールを思い出せたっていうところは、大きかったかなと思うんですけど、ちょっと違うんですね、チェスって。将棋の歩と違って、ルーク、ポーン、ポーンかな、斜めに取るんですね。まっすぐ進んで斜めに取るっていう、もうこのゲームの話は何も出てこないんですけど、上から下まで、こう、なんかいろんなことが書いております。そうだね。スタント 0.0S って何？時間の単位かな？ということで、頑張ってみました。9分。撮影時間。以上、スイッチの100円ゲームでした。もしよかったら遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。